カジマコトキは日本の実業家、雑誌編集者。株式会社にコリの創設者。1951年、北海道札幌市生まれ。東京都立釈寺高等学校卒、慶応義塾大学国文化中退。1980年、印刷会社に勤めながら友人たちと共同でパズルの雑誌を発行する。1983年にニコリを設立する。 1984年、アメリカのパズル誌に載っていた、ナンバープレイスというパズルを、名称だけ、数字は独身に限ると書いて、日本で発表したところ、2005年に世界的なヒットとなり、ゴッドファーザー・オブ・スー・ドクの異名を取った。パズル通信に懲り創刊後、1980年から1983年、1987年から1991年、 1998年から1999年の期間に編集長を務めている。競馬愛好家であり、もしや1万1のペンネームで別冊宝島に何度書き込している。また、もしや1万1をはじめとした複数のペンネームで、ニコリ出版物にパズルも発表していた。2021年7月末をもって、 ニコリの代表取締役社長を退任することが発表されたが、その直後の2021年8月10日、単幹眼で東京都内の自宅で死去した。69歳坊ツ。数読、名付け親の家事サネを起死死去数字を埋めるパズルゲーム。デイリースポーツ。2021年8月16日閲覧。ABCDEF、数読の名付け親。 カジサネオキさん死去にコリを設立。朝日新聞デジタル。朝日新聞デジタル。2021年8月18日へ閲覧。AB、世界的人気パズル、数読の名付け親。カジサネオキさん死去風代わりな名前が生まれた由来。アイラドット、2021年8月16日へ閲覧。ニコリ社長交代のお知らせ。からツイッターニコリオフィシャル。ありがとうございます。